こんにちは。キューレから勉強法著者の松原です。今日はですね、冬休みとオナニーという話をしていきたいと思っています。はい、血気盛んな君たちはやはりムラムラする時期でもあると、ね、街を歩けば綺麗なお姉さんが綺麗な格好をしている姿が見れるこの時期にムラムラしない男はいないと思います。で、そのムラムラを普通にオナニーで発散してしまったらやっぱり人生うまくいかない。これは僕は明確にここで断言します。このムラムラっていうのはすごいエネルギーです。でそのエネルギーというのは何かを生み出そうとするエネルギーです。そもそもムラムラというのは性欲ですよね。で性欲というのは子供を作るための、まあ、要素としてその精子と卵子の融合を起こすためのエネルギーなわけです。でその何かを生み出そうとするエネルギーということには変わりがなくて、このエネルギーを僕は勉強とか自分が達成したいことに使える人がやっぱりうまくいくというふうに見ています。で振り返れば僕の人生もオナ禁の繰り返し、歴史そのものでした。僕はこの冬休みの時に、この冬にね、最後人をして、もうガツッとね、合格最高点を取るぐらいの学力に上げたいと思って勉強していたんですが、その時に、やはりオナニーをすると、すごくその意欲が下がってしまったり、あるいは持続力、継続力が下がっちゃうってことも、もう本能的に分かってたので、僕は冬休みの2週間は完全にオナ禁したんですね。でオナニーを禁止すればするほどエネルギーが上がる。もちろんムラムラする。でムラムラした時に難しい勉強を当てるんですよ。ムラムラしてる時ってすごくねエネルギーがあるんで、そこで嫌な勉強をやると、まあ、嫌な勉強って言ったらあれですけど、苦手な勉強とかちょっと自分の中で負担を感じてる科目のガツンと当てると意外にサクッといくんですよ。そしたらねムラムラもかなり軽減してます。はい、でそういう風にして僕はムラムラ来たら難しい勉強、ムラムラ来たら過去問演習みたいな感じでガン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 やってって、最後僕はね、1月の終わりにもう早稲田のね、英語の過去問で9割以上取れるようになったということがあります。であとは僕いろいろなね人生の節目節目のところで、例えば会社を作る時だったりとか、お金を借りる場面だったりとか、あるいはカリスマ編集者の前でプレゼンする時なんかはね、やっぱり1週間ぐらいはねお泣きをして挑んでいきましたし、会社が経営の時にやばい時は3ヶ月ねオナニー禁止してました。オナニー禁止していてセックスはしてたんだろうとか、セックスとかそういうのも絶対一切なしですね。風俗も含めて なかったです。でだからその大事な節目節目でオナ禁をする、エネルギーを貯める、それを使うっていうのはね非常に効果的なやり方なんで、あなたもこの冬ね自分を変えたいんであればぜひやっていただきたい。ただしね2つ注意点があります。一つ、僕は女子は分かりません。女子のオナニーっていうのは別にそのなんか何か放出するわけじゃないから、そのオナ禁して意味があるのかよくわからない、まあ、ないという人もいますよね。で2つ目が、貯めすぎてもいけないということですね。で僕ね現役の時に、早稲田慶応落ちてしまったんですが、その一番の原因はねオナニーでした。正直に申し上げますと、慶応経済の前日の日に、チェックインしてね、でホテルに入って間違ってボタンを、ね、有料ボタンを押してしまったんですよ。一回押してしまったらもうその1000円課金されて、それが明細に出て親父に知れちゃうと、もう恥ずかしいわけですよ。だったらもう見てしまおうということで、初めての東京、ほぼ初めての、初めての東京、ホテル、深夜、エロビデオ、もう気分が高揚して抜きまくりました。十数回抜いたんですよ、若かったんでね。で翌日もヘロヘロでもう全然ダメでした。ただ悔しいのが、もしねそれやってなかったら、オナニーしてなかったらね、僕慶応経済現役の時に補欠合格まで行ったんですよ。確かね、D か C だったんですよね。で A、B か C までがね、合格だったんで、あと1点ね点数取れてたら僕は現役で慶応生になれてたのに、そうオナニーもしすぎてねエネルギー不足になっちゃって、そういう風になっちゃったわけだから、僕は抜くタイミングが非常に大事だと思っていて、浪人の時は、本命の早稲田のある試験日よりも2日前に入って、で2日前の夜にもうガンガン抜きまくりました。もうガンガンです。もう全部枯れ果てるまでやりました。で、いよいよ前日になったと。さすがにね前の日にいっぱい抜いてるから、試験前日のその日の夜はほぼね性欲がなかった。だからすごいすっきりした状況で、で朝を迎えてやる気復活ね、性欲も復活、やる気も復活して、僕は早稲田の試験をね、無事クリアすることができました。
自分のバイオリズム、これもしっかりね把握する必要がある。心のバイオリズムですね、ムラムラしてない、このバイオリズムをしっかりね捉えて、それをうまくね調整していくこと。自分がやってしまう悪い行動が、まあ、どうしても繰り返してしまうんであれば、それをやったとしてもうまくいく方法を考える、これもね非常に重要な観点じゃないかなというふうに思います。はい、まあ、僕はそのやっぱり人間というのは弱いと思うので、こういう自分の弱さをしっかり踏まえた上で普段行動をね、コントロールすることによって自己実現を果たしていく、これも非常に大事じゃないかなと思います。ぜひね、そうしたことを考える一つのきっかけとなればと思います。本日は以上です。